ほら来た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 前取ったら食った。おお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 お。これだよ。初ヘリコプター濡れても大丈夫なように。お、来たよ地球さん。はい。ここまで来ちゃいましたね。ここまで来たよ。ヘリコプターうるさかったね。うん、っていうかまあラッキーでしたね。なんか天気が不安定だからね。で、来れない可能性も高かった。おお、雲若干流れてくらいで、そよ風吹いてちょうどいいぐらいだ。うん、さあ、民宿海遊丸さん、民宿海遊丸さんに、海遊建設さんに、あ、お世話になります。お世話になります。お、はい、2人同じ部屋でしたっけ。入るといきなり食堂なわけですね。はい、2人同じ部屋でしたっけ。いや、別々の部屋でお願いしましたけど、別々、はい、別々、はい、よし、じゃあここと、ここで、あ、はい、一人ずつ、一人一部屋、うん、新しい部屋だって言うんだよね。新しいところだって言うんで。あ、新しいんだこれ。そうそう、できたばっかりらしいですよ。へえ。なんでもね、部屋も近代的というかだね、的な感じで。いいじゃん、すごくいいですね。うん、うん、よし、戦時中のトンネルです。なんか出そうですね。これね、ガタガタでしょ、岩壁が。本当にね、もう振り抜いたっていう感じね。振り抜いたって感じだよね。何年前のトンネルなんだろう。あれ多分大したことはなさそうでしたね、上から見たところ。うん、透明度が高いだけかな。わかんねえね。
意外となんか投げてみてください。投げてみるしかないね。やってみないと何とも分からない。てくださいよ。釣りますよ。ここまで来て何も釣れなかったらちょっとさすがにねシャレにならないからね。え、僕の友達でモンゴル行って一匹しか釣らずに帰ってきたって言ったよ。モンゴルですか。うん。蚕あれですね。そう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 。ポーパーみたいな感じ。うん。あの辺の川ずっとね一週間ぐらい行って一週間で一匹だよ。まあ目の前にならないように頑張りましょう。何をしやがらいきなり親父ギャグ。あ、親やがらね。おいしい方かだ。赤だっけ。赤がいや、赤がおいしい。青がおいしかったような気が。違うかな。なんで釣ったんですか。これはね、スワシャの XG にシャクヘッドの 4g ですね。何か釣れました？鎧のような皮膚してんの。うお、迫力のあるカワハギだなこれ。厚いんだよこれ、厚み。南方系のカワハギですか？南方系ですね。僕初めて見た。でもうザラザラで硬いの。これ触ってごらん爪で。うわ。これヤスリですね。ヤスリですね。あ、サメ肌だよ。カワハギ肌。完全なサメ肌。いたーって感じの。これはね、ラットのフックシステムじゃかかるから、ごっつに変えたら。はいはいはい。まあ、プレートが好きみたいで。ああ、カワハギだとね、やっぱそういうの光物のあれに使えますもんね。ぐるぐる回った方が有利な。はいはいはい。結構引いたよ。いやー美しい。これは地球さん、はい、星ここで撮ったらめっちゃ綺麗だよ。あ、そうですね。真っ暗だったら満天星空になりそう。今ドラゴンクローラーに4g ドラゴン4g のジネットつけて。来た。やっべ。すぐじゃないか。おお、走らせ。すぐじゃん、すぐじゃん。何が来てる、何が来てる。すごい。すごいね。これ。なんだか見えねえぞ。見えない。おお、おお、でかいんじゃない、でかいんじゃない。お、これは。おお、無理やり抜いた。え、これ、島。あ、シマアジ？やった、シマアジ。シマアジだ。あれ、シマアジじゃない、銀ガメ？なんだろ。銀ガメ？ちょっとわかんない。わかんない。あ、銀ガメだ。銀ガメだ。銀ガメだ。ドラゴンクローラで銀ガメ。すげえ。すごい。ワームだったらいるんよ、いやでもね、なかなか当たりが面白いです。食い上げるもんでみんな軽くなる。そうっていう当たりなんで。ワスバルブもポンポン当たるけど乗らないで打ち上げてないよ。釣れました。出したので僕も参戦。僕はラットチューブの1グラム。ワームリムをほとんど持ってきてないのも残念だね。もしかして夜
夜釣りやんじゃねえかなと思って一応用意してる気なんですけど、やっぱり夜メタル系がちょっとバイトが少ない、ねえ、うん、スピードもなんかスローの方がいい感じかな、ねえ、スローだね、完全に普通のアジングみたいな、はい、おお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 おまたヒット聞いてる。うわぁ、地球さん揺れぐってます。これ、もう量ですね。量ですね。すごいな。よいしょ。よし。へぇ。こんなんですよ。素晴らしいですね。うわぁ、めっちゃ色きれいよ、これ。パイプ7グラム入れきましょう。うわ、座ってどっきり。おぉ、髪の毛見るんだこれ。あー、バレた。やっぱり全然違うね、メタルビルと。うん、すごくね、あの工夫したくなりますね、そういう状況だとね、うん、よっしゃ、お、よっしゃ、あ、今度失敗バウンド自体やっぱすごくありますね、バタバタつってもう2桁近いねこれね。あらかた金時一番よく釣れてんじゃない一番釣れてますね。ほんとにレムだよ、うん、ワームすげえな。おー強いね。なんだ。あ、目味のでっけえやつ。カメラ。サバみたいな。でかサバみたい。でか目味。サバだよこれ。うん。もうジグヘッドリグに5グラムの尺ヘッドにドラゴンクローラー、サワガリペイロでピーの2号です。もう無理やり。チキューさん入れたらすぐだ。すごいな。こんなに違うかよ。うわー、よく引く。おー、すごいすごい。きれい。おいしょ。金時です。いい金時。これはもう民宿へお土産持って帰ってあげる。これ
相手が取れないと飲み込まれちゃうじゃないですか。ゴーンって言った、うん、だって切られたんです。2日目の夜です。昨夜まではね、ダリンペイロとかグリッサンドのね、ナナナナコンペでやってたので、今ちょっとサビアの戦闘能力を、うん、試してみようかなと。ピンときあえてリフはもうね、なんたってこのベイティがとか、スワイさんの XG が一番良かったので、リフはこのまま自分で取っていきます。よし、ちょんちょんとやっては止めて、こう左へゆっくりドリフト。まあ本当はジングだよ、瀬戸内ダジングしてるような感じ。はい、浮いたらお手伝いしましょう。バカでっかいですかこのタックルで石台竿ですか、これ。石台竿なんですけど、もうラインを持って組みたいんで。うわ、どこにいるんですか今。ちょっとそこの糸出して沈んだですね。これはどうにもなりませんね。玉編みどこあります。いや、切ります切ります。切るんですか。上げないです。こんなの上げても気がせたです。ですね。上げても仕方ないから切るそうです。もうその竿で大変なことが起きてます。大変なことになってます。20キロとか30キロとかあるんじゃないか。ぶっ込みで。でっかい。でっかい。ヤフーあったら開けられるって開けられるんですけど、そんなことやったら気かもしれない。うん。ああ切れた。ありがとうございます。餌は何だったんです？いや、切り身。切り身やっぱりね来るよね。ちょっと待ってください。切り身を餌にぶっ込み釣りでタマンとか多分狙っておれるんだろう思うけど、A が来ちゃったというパターンですね。何ヶ月ぶりだろうこのワームで熱心に釣りをするの。今シーズンはずっと謎ジグでね、実調重ねてたんで、ほとんどワーム使ってないんだ僕。楽しい、久しぶりにワーミングが。わずかな当たりを捕らまえてかけるっていうのがね、やっぱり魅力だよね。食わないな。ちょっと表層巻きの釣りしてみようか。なんか浮いてきてないかな。よっしゃ、食った。あ、おお、くくくく、なんだこりゃ。また赤いやつか。ちっちゃかったもん。あ、ハタンポだ。ハタンポくんだ。南ハタンポ。僕にも釣った。うん。地球さんがね、ゆうべ釣ったやつだ。ぬるぬるなんだ。よいしょ。これ、あ、持ってない。ハタンポですね。こいつね、滑るよ。ほら、ハタンポ。美味しいらしいよ。このね、表面がヌメヌメ系って大体美味しいんだよ、みんな。あの、ヤガラもヌメヌメでしょ。すっげーヌメヌメ。あの、ヒイラギもヌメヌメで、ヌメヌメ系全部美味しいんだよ、地球さん。ハタンポ。わ、これ光りすぎますね。これくらい。そうそうそう。ライトはちょっと待って。よし。昨日はね。
ね、ドラゴンクローラーが一番当たりが出たのにね、今日は地球さんが今ドラゴン使ってんだけど当たりが少なくてベイティの方ばっかり出てる。不思議だよね。だから何が一番ってことはないのよ。本当に現場合わせてルアーはね。来たかな、来たかな、来たかな。おお、明かりの方へ近寄ってください。青ヶ島オメバルです。青ヶ島オメバル。おお、綺麗な魚だよね。形は、ね、かっこいいですよね。南っぽさと、うんうん、で相当メバルとフォルムが似てるね。本当にね、目の大きさといい、なんか、うん、すごい。よし、バンバン釣りましょう。行きましょう。今日は風も弱いし雨も降らないから本格的に撮影しようと思ったら昨日の方が圧倒的に数が多いという。今日はね、個体差が少ない。釣りはこういうものです。ボトムワインドでこれ全く同じリグでメバル釣ってたらチョン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 か止めてゴッとくるからね、気持ちいいよね。こっちはどっちかというとやっぱ味っぽいのかな。味っぽい、ものすごい味の食い方似てる。こけた、ああ濡れてるからね。結構あのぬるぬるしてるんですよね、あの濡れてるところ。あの先端はね、あそこ危ない。またこけた。あれだから海の素人危ねえのよ、歩き方知らないから。俺もあそこさっき話しかけ行った時に、ああ危ないなと思ったからもうすり足で行ってた。足を真上から落とさないと。そうなんですよね。横にやろうとするとどっちかにスッてずるっていく。で止めない。あれじゃないですよね。おっしゃ、乗った、乗った。ああバレた。やっぱ目は力ある。うん、ちょっと軽くしないとダメかな。5グラムだからね、僕も。あ、また取ったけど。お、乗らない。なんだろう。よし、巻き合わせ、巻き合わせ。テンション抜かないように。見えない、見えない、見えない、見えない。見えない、見えない。よー、あら、抜けない、抜けない。あらら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 。思ったよりでかい。思ったよりでかい。見えない。見えないよ。見えないよ。お、バチャって言ってる。よし、抜くよ。よし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 。あ、一緒か。でっけ、でっけえ金時だ。うわ。でっけえ。40近くあるんじゃない。うん、40近くあるね。うわ、目がでっか。でこりゃ丸飲みだよ、腕。丸飲み。いやー、重たかった。うん、どうだ。これでかいでかいわ。あら、いや、この魚ね、調べたら20センチぐらいなんだよね、全部釣れてるのは。でかいよ、ここのは。いや、これ素晴らしい。いやいやいや、巻きで食ったぜ、こいつでも。ああ、じゃあもうさっきライズしてたの表層に何か追っかけてるんですね。 なんか追っかけて、うん、で食うのがちょっと若干下手くそっぽいね。はい、ではちょっとスチールお願いします。これせっかくのサイズなんで。強い強い。初めて薪で食ったよ。薪で食わすと気持ちいいな、やっぱ。なんか
足元来るまではついてきたからね、すんなり。多分10メーターぐらい。あ、今度足元で食った。巻いてたら食った。おお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 おやった。いい、すごいすごい、やっとラッシュが来だしたよ。待ってた甲斐が。オッケーオッケー、地球さん、はいはい、もういいです。おお、やっとラッシュが始まったぜ。口開けて、よいしょ。いてて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 、痛い痛い痛い。ふう、これうん、これも楽勝で30オーバーよ。ちなみに全部バーブ潰してます、シャークヘッド。よし、巻いて釣り出したよ。やっぱり餌が入ったんだよ、うん、ピチャピチャって餌がね、ラージしてたから一気にスイッチ入るな、やっぱ餌入ると。よっしゃー、もう連発だ。うお今度はちっちゃいぞ。あ、ハタンポまで浮いたよ、これ。ハタンポも足元で、あの巻きで食ってくるようになった。ハタンポもサイズがいいんだわ。アジングの下道でさ、ハタンポって釣れるけど、ここのやつは大きいんだわ。ね、旅先だから食べれないのが残念だけど、美味しい魚らしいんで食べてはみたいんだけど、宿へ持って帰るのもめんどくさいしな。うん、はい、サンキュー。連発です。でも普通のメバルタックルじゃパワー的に完全に負けてるよ。サビオクラスでないと。いやー、よかった、ラッシュがあったね。でもということで僕は満足したんで、もう大満足で、ちょっと車に戻って腰休めして、ポジションを地球さんにお譲りして、ツイッターでもやります。よし、乗った。これは何？ええ、さっきからなんかショートバイトするやつあったんですよね。ええ、ハタンポでした。さっきからね、ショートバイトを繰り返してるやつがいて、何かなと思った。で、普通に合わせると全然乗らなくって、で、当たってからしばらく追い食いしてくるんで、そいつのちょっとテンションを抜いて食わせてると、これがヒットしました。でけえよね、やっぱ。でかいっすね。笑っちゃうよ。これはメバルットでないと取れないです。当たりが、当たりも取れないし、そこから食い食わせることもできない。完全にここの今パターンがあれですね、ライトゲームになってますね。そうなんですよね。当たりが取れないし、そこからどう壊していいかもわからないみたいな感じだったんで、ね、かなり難しい。難しいです、難しいです。非常に面白い。はいはい、ここまで来て結局ライトゲームかよって言われちゃいますけれどね。パロードも言われたけど。いやいやいや、これはこれだけでやっぱ面白いな。はい、ありがとう。やめられません。で、この大きいやつをこう溜めながら巻いてって、そこでなおかつそのもうちょっと繊細なあれができるというか、そうできちゃうね。そういうふうに作ったとはいえうまくできてる。うん、本当に。おし、きた、おし、きた、よー、ほら来ました、来ました。あ、違う、これ銀亀だ。あ、銀亀くん。うん、羨ましい。あ来ましたよ、銀亀くんが。おーしゅしゅしゅ。
初日にね1本だけは見たんだけど、いいどうでしょういいね、来ましたよ。まだポッとしてんだね。そうですね、うん、霞のほどかっこよくはないんだけどかわいいよね、ええ、よしよし見て、いや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 、ちょっと楽しいね、楽しすぎでしょ。